読書は楽しいだけでなく、新しい発見があったり、知識や想像力、語彙力が身についたりと、自分を高められるのも魅力です。高槻市内には図書館が6カ所、およそ160万冊もの蔵書があり、読書や調べ物ができる環境が充実しています。今回のクローズアップナーでは、好きな本と出会い、読書を始めるきっかけにしていただけるように、図書館の魅力やサービスについてご紹介します。総合センターにある中央図書館にやってきました。今回図書館の魅力についてご紹介してくださるのは、図書館司書の平松さんです。よろしくお願いします。お願いします。平松さん、ズバリ図書館へ行くことの魅力っていうのは何なんでしょうか？はい、ここ中央図書館にはおよそ54万冊の本があります。雑誌や CD、ビデオを借りることができますし、新聞や辞書、地図などを使って調べ物もできます。何よりお伝えしたいのは、図書館に足を運んでいただくことで思わぬ本との出会いがあるということです。そうなんですね。図書館ではどんな本との出会いがあるんですか？はい、見ていただきたいコーナーがありますのでご案内します。お願いします。なんかこう本がたくさん並んでますが、これはどういったコーナーになるんですか？こちらはテーマに合わせた本を並べている展示コーナーです。現在中央図書館では、市政施行80周年をテーマにした展示や将棋などの展示を行っています。各図書館さまざまなテーマの展示を行っておりますので、本と出会うきっかけにしていただければと思います。このコーナーをきっかけに、たくさんの本と出会うことができそうですよね。こちらにも本当たくさんの本が並べられていますが、こちらどういったコーナーになるんですか？はい、こちらは郷土資料コーナーです。高槻ゆかりの人の著書や郷土資料、雑誌などが置いてあり、高槻のことを深く知っていただけるコーナーとなっております。その他、読みやすいよう大きな文字になっている大活字本のコーナーや、図書館で不要になった本や雑誌、市民から寄贈された本を1回に合わせて20冊程度まで持ち帰ることができるリサイクルコーナーなどもあります。いや、図書館には利用者が探しやすいようにテーマに合わせてこう様々な本が並べられているんですね。図書館をこうゆっくり回ってみたら、本と出会うきっかけにもなりそうですよね。平松さん、最近私睡眠不足だなって感じていまして、こうぐっすり眠れるように参考になる本を探したいんですけれども、まあ、でもこれといった本が決まってないんですよね。こういうなんとなくこんなイメージの本を探したいっていう時はどうしたらいいんでしょうか？はい、そんな時に利用していただきたいのがレファレンスというサービスです。ぜひ一度体験していただければと思いますので、読みたい本の詳細を教えてください。こちらになります。はい、先ほど睡眠不足とおっしゃっていましたので、睡眠というキーワードで本を調べてみますね。お願いします。睡眠について書かれている本か、それとも睡眠不足改善する方法について書かれている本か、どちらのイメージになりますか？やっぱり睡眠不足改善ですかね。あ、はい、わかりました。そうしましたら、そのイメージの本が健康医療コーナーの方にありますので、そちらの方をご案内いたしますね。ありがとうございます。こちらが健康医療コーナーとなります。探されてたテーマの本はこちらになりますね。あ、そうです、こういう本を探してたんです。で、実はもう一度読みたいなって思ってる本があるんですけど、タイトルがね、思い出せないっていうものがあるんです。あ、そうなんですね。ではまた改めてカウンターの方でお調べしますね。では
改めてお伺いしたいんですけども、話の内容とか覚えておられますか？記憶をなくす男の人の話で、多分映画化もされていたと思います。そうなんですね。ではちょっと調べてみますね。日本の作品でしたか？海外の作品でしたか？日本です。あ、そうなんですね。その他に覚えていることとかありますか？確か男の子と数字の話をしていました。あ、そうですね、わかりました。お待たせいたしました。川岸さん、探されていた本は新潮社から出ている小川陽子さんの博士の愛した数式ではありませんか？え、この本です。見つけていただきました。いや、タイトルがわからないのに探していただけるなんて、いや、すごいですね。このように知りたいことを調べたり本を探したりするサービスがレファレンスサービスです。例えば読みたい本の年代やあらすじなどの情報を聞き取り、図書館のデータベースを使用して探します。いや、自分の読みたい本を本のエキスパートである司書の方に探してもらえるっていうのはありがたいですね。いや、このレファレンスサービスとっても便利ですね。はい、皆さんもお気軽にご相談ください。各図書館では来館者に合わせたコーナーも設けています。例えば中央図書館では健康医療コーナーや人権コーナーを設置しています。利用者の方が調べたい病気や健康法、福祉のことなどが一目でわかるように内容ごとに分けて配下しています。服部図書館には市内の図書館で初めて中高生向けのティーンズコーナーが設置されています。机や椅子も10代の子たちの居心地のいいようにと工夫されていたり、たくさんの本の表紙が見えるようにディスプレイされています。関西大学高槻ミューズキャンパス内にあるミューズ子ども文室は2万4000冊もの子ども向けの絵本や児童書が並ぶ図書館で、絵本コーナーや読み物コーナー、お話記者ポッポコーナーなどが設けられています。また子ども向けのお話し会やお楽しみ会などの行事も定期的に行われています。いや、図書館ごとに特色があると、こうそれぞれの図書館に行ってみたくなりますよね。あ、でもただ働いている人や忙しい人など、こうなかなか図書館に来られないっていう方もいらっしゃると思うんですが。そうですね、読みたい本が決まっている人は図書館の予約サイトで簡単に自分の好きな本を探せるホームページの検索機能をご利用ください。高槻市立図書館のホームページの簡単検索でタイトルや出版社などのキーワードから探すことができます。また予約機能を使うと、予約した本を JR 高槻駅前の図書コーナーやお近くの市立公民館でも受け取ることができます。返却もわざわざ図書館に行かなくても自動返却ポストで返却が可能です。忙しい人にとっては身近な場所で本を借りることができるって嬉しいですよね。はい、本はお一人20冊まで、 CD は4枚まで借りることができます。また高槻市では電子書籍の貸し出しサービスを昨年の11月からスタートしました。貸し出し券とパスワード、インターネットが利用できる環境があればどこでも本を借りることができます。電子書籍は本の冊数とは別で3冊まで借りることができます。電子書籍なら家で好きな時間に読めるからいいですよね。まあ、図書館にあるいろいろなサービスを利用して読書を始めるきっかけにしてほしいですね。はい、ぜひ図書館利用していただきたいと思います。そして読書を楽しんでいただければと思います。図書館には自分の興味がある本だけでなく、さまざまな魅力ある本に出会うきっかけとなるコーナーやサービスがありました。読書を習慣にしてみたいけれども、どんな本を読んでいいのかわからないという方も、図書館に行けば自分好みの本や新たな本に出会うことができます。
皆さんもぜひ図書館を利用してみてはいかがでしょうか。